また。そうですね。親。この親落としたら結構きついですよね。結構きついですよ。だから堀は逆に目いっぱいきますよね。目いっぱい。突然。まあまあいいですね。まあ、いいです最後の矢盤のハイパイを楽しむように。うわあ！強烈。一別して第一相撲が換算ピン。これはめちゃくちゃ嬉しい。そうだ、ちょっと苦しいぞ。一面つぶあります。そして中林メンツなし、両面が2つ、堀大三元はいらないですからね大三元はいらないんです今この状況では。うわー、3ピン3ピンだって、いいシャンテンですよ。ヤンウーピン6球走、これドライチありますから十分ですね。リーズも思う裏と、はい、とにかくリーチまで1万7700で変わりますね。並び200点差。本当ですね。しびれますね。200点上だ、一応勝又が、そうそうそう。あじゃやらせんよと。あじゃない、あじゃない。いや、本当ですか。本当。2分ぐらいつくかもしれないですね。はい。自在な形だもん、ね。自在。何でも来いってことですね。6球満とか来た後はさらに手広くなって。ああ、6球層なくなってきた。でも6球層を払うことだけはできないんです。老朽層なくなってきたよ。じゃあチーソー重ねちゃいますか。あ、そうそうそう、はい、老朽層か。バギーすでに表示牌を含めて3枚4、5、6枚、残り2枚ですね。チーソーは、チーソーが1枚。厳しいね。パーソー引いてもね、ちゃんと変えることはないでしょうからね。リーチとさえ言ってしまえば、はい、はい、全く分かりません。でもあれか、園田とか手になってないから大丈夫か。親のリーチにわざわざ突っ込んでくるのは流したい堀ぐらいのもんですよね。そうね、はい、もし突っ込むなら。勝又をファイナルになってから本当に手入ってないですね。しかし全然チャンス来ないですよ。それを自分の実力と言い切る勝又、見事ね。それはね、男らしいね。うん、月がないのも自分の実力だと。それはね、結構心理をついてますよね。あ、ちょっとマンズのリーパイの部分がよく分かりませんが、これでウッパーマンの両面ターツができたってことですね。違うな、カンチーマンか、ごめんなさい、カンチーマンのターツができました。ああ、選択だ。いや、これ目いっぱいじゃないかな。うーん、目いっぱいですね、目いっぱいですね。リャンピンがいいんでね。うわー、パーマンポンだって。カンチーマンとなんか付き合ってらんねえぜ。いや、これチーマンゼロでしたからね。ナイスポンですよ。ナイスポンね。ナイスポンですよ、これ。イーシャンテンからイーシャンテンのポンですよね、いわゆる。はい、しかも、親の現物ポンしたんですからですね、ええ、やってるねって感じ。やってますね。いやー、電波ない。リャンピンよく見えるからね、勝又の目から。これリャンピン引くありますね。リャンピンだったらたっぷりあるじゃん。3枚じゃないですかこれ。あるある、はい、あるローキュー、あと1枚になっちゃったローキューさん命のローキューさんそれだけは取らないでくれよ。ローソーが1枚あるの。ローソーが1枚あるだけだ。ヒューソーはもうない。ない、テンパアンパーソン、これは1枚。ただリーチ来た時ですよね。初か。カンパーソンどうですか、あの捨て牌状況から見ていい街ってやつですかドラチーソーですよ。じゃあ良くない街、うん、良くない。ただ園田が振りに来る可能性あるけどね。トップ目だからね、うん、あ、ドラなくなっちゃった。ってことは勝又6球相当お付き合いしなくてはなりません。もうそういうことです、まあ、とにかくリーチまで行けばリャンピンはワンサか、打点アップの可能性あり。園田は打つか、自分の手次第でやってるね、どうもね。まあ2人で上がり行こうぜっていう感じですか。イーシャンテンが広くなった。チートイツ
うわこれそろそろ来るよガズまた。いやもう四方八方ですよ。いや風林火山城が四方固められたよ。堀が天敗、中林が仕掛けてイーシャンテン、園田は全く関係なく上がりに向かって。やらせるかよお前ら。1枚1枚、城は俺が守るんや。1対1、ドラーか高めはありませんが急走1枚、あと堀がどうするかですね。ローソー1枚ね。あ、ローソーが1枚ですか、うん、じゃあ高めが1枚だけ、うん、堀どうします、押し切るかな。じゃあこれローソンとか引いちゃうと危ないってことですね。でも初初初っていけるんだもんね、まあ、ここはまず見もの。9万もいけるんだもんね。なんだ、うー相手だりきつい。あ、これはダメだ。勝又無言のプレッシャー。降りろよ堀、お前俺のリーチだぞ。チラッと見ました、今堀の表情チラッと見た。勝又見ている。おい堀、どうすんだ、行くの桜ナイツの大将。いや一応行かないでしょ。ひろしさんだったらどうする。僕は行かないです。すぐさよならです。初です。はい、9万は一応あのパワー1 4枚出てるけど。パワー4枚出てます。、ええ、あでもあじゃあ9万にするかもしれないですね。ちょっと粘って、いいピンいいピンですもんね。だってそう、9万か初だから9、それで考えてますよね堀も。おそらくパワーマンさ、そっかウーマン切ってパーマンか。ちょっと嫌な9万かもしれないですね順番的には。うわよしさん、あパーション2600。男や堀慎吾。男だね。ラサイでしょパーション。ラサイ、はい、いや見事投げてくるねこれはね。これが森井監督の采配。最後に選んだ男は堀慎吾。勝又健二の包囲網突破。見事。これはすごいよ。これは素晴らしいね。勝負するときにはしなくちゃいけない、体現してくれた男。勝又もあっぱれかもしれませんねこれは。敵ながらあっぱれかでしょう。あれですよ。いやー勝又口を毎一文字に結ぶ。俺たちは4位になってしまうのか。今期注目されているのは、この4チームは全て優勝したチーム、うん、あそうですね、2度目の優勝というところにものすごくフューチャーされてますけど、